どうも皆さんこんにちは、こんばんは。それでは今回はネオ2の素手ビルドについて紹介します。前回1本戦闘動画をアップしてるんですが、この動画から初見の方にも分かりやすく簡単に説明させてもらいますと、その名の通り武器を持たずに素手で攻撃する戦い方です。基本は陰陽術の剣力符を使って戦うんですが、この剣力符を使うと結構いいダメージが出るようになります。またジェスチャーの突っ込みや聖剣好きのダメージも上がります。特に聖剣好きはかなりのダメージが出せるので、これを使って遊んでいくといった感じです。なのでこれは決して最強の紹介ではなくて、まあ、ネタとしての紹介なので、その点はよろしくお願いします。さあ、それではまずは前提として取得しておくスキルの紹介です。サムライスキルの中の左下の方にあるこの徒手喝殺法というのを取得しておきます。これは3まであるので、これ全部取っておいて、プラスこのすぐ右側にある剣法の錬磨、これで素手の攻撃力も上がっていくので、これを解除して上昇させておきます。徒手喝殺法については素手の攻撃のダメージがパーセンテージで上がっていくというものです。そしてもう一つ大事なのが陰陽術の剣力符です。こちらは使用すると素手の攻撃力が増加するというものです。そしてその他のものも紹介させてもらいますが、こちらはあくまで個人的に自分が使っていたものなので、ここからは参考程度に聞いてください。もう一つとしてはシュラフなどを使って攻撃力も上げておきました。こちらは防御力が減少する代わりに近接の攻撃力が増加するというものです。陰陽術です。そしてあとはボスの防御力を下げる古金符なども使ってました。あと今回紹介する装備は2種類紹介しようと思うんですが、どちらも重装備、重い装備使うので、気力の回復速度を上げるために結界符なども使ってました。特に素手の場合だと斬新が行えないので、常闇を消すことができなかったりするので、そういったものを消すのにも結界符は便利なので使ってました。そして忍術の中からは時短粉や毒手裏剣を使ってました。こちらは他の装備とかビルドでも使ってる方多いと思うんですけれども、八つの神などのステータス、毒状態の敵に対して攻撃力がアップするっていうものと組み合わせて使うので、敵を毒状態にさせるために時短粉や毒手裏剣などを用意しておきました。この辺りを使って戦ってました。次はステータスについての紹介です。今回は防具のところで東国無双の揃い効果を発動させているので、東国無双の揃い効果の中にはこの能力値の体の数値に合わせて攻撃力が上昇するというものがあるので、今回まず体を思いっきり上げています。基本的に素手のダメージは武もしくは技を上げていくと上がっていくんですけれども、なかなかこの伸び率がすごく悪いんですよね、結構この素手の部分って。でなのでこの東国無双の揃い効果を使って体の攻撃力範囲をつけておくと、こっちの方が結構伸びやすくなっているので、こっちで主に攻撃力を上げているといった感じです。今90から99ぐらいまで上げるとこの10プラスされているんですが、この武の方を上げていこうと思うと、武も今これちょうど上がるところで止めてたんですけれども、これ上げると1プラスされて、ただここから振っていってもなかなか攻撃力が上がらないんですよね。今ちょっと上がりましたね。81から82で1上がって、そっから80、90ですね、90まで振ってようやくプラス2が作っていった感じになっているので、それするよりはタイに上げた方が、東国無双と組み合わせてやった方が攻撃力が伸びたので、こっちで上げているといった感じです。またその他のステータスについてですが、 U の部分は9まで振っておかないと、装備のところでヤサカニのマガタマを使っているんですが、そちらの効果の方が発動しないので U は9に振っています。東国無双の防具には5を11まで振っておかないと効果が発動しないので、そのために5は11まで振っているといった感じです。そして忍と銃に関してはこれは好みになってくるんですけれども、先ほど冒頭でも紹介した剣力符とかを複数持っていったり、結界符とか複数の陰陽術使いたかったので、銃は今回自分は21まで振っているといった感じです。忍についても同じような感じです。この辺はお好みで個人で変えていってみてください。防具についての紹介です。防具は先ほども言ったんですが、東国無双と、そして今回は一徹の装備と組み合わせています。まず東国についてですが、今回ヤサカニのマガタマをつけているので揃い効果の必要数がマイナス1されていますが、東国無双今、5の揃いが発動しているんですが、この時に攻撃範囲の体がついているので、先ほどステータスの画面でも体を上げていったといった感じです。つけている部位としては、まず武器の2個目の装備、まあ、1個目でもいいんですが、サブとしてこのトンボ切りをつけています。これプラス防具のところで3つ3部位つけて合わせて4つプラスヤサカニのマガタマで
と極無双の5つの揃い効果が発動しているといった感じです。一鉄に関してはこれは今 2V つけているんですが、これも八盛の勾玉で3つ揃えの効果が発動するので、窮地の状態で近接ダメージがプラス 10% 上昇するので、これで少しダメージを上げているといった感じです。特殊効果に関しては今回はそこまでガチガチに揃えてないんですが、腕の部分に関してはこの素手の攻撃ダメージ上昇、これだけはつけておいています。そして小物の中の特殊効果については忍術のところでも紹介したんですが、敵を毒状態にさせてそれでダメージを上げるといったものも使っているので、毒の敵への近接ダメージ上昇とプラスこっちの小物では毒の蓄積プラスと、そして毒の敵への近接ダメージ上昇といったものをつけています。では次は守護霊と妖怪技の紹介していきます。まず先に妖怪技の方から紹介していきます。まず一つは八つの神の妖怪技つけています。八つの神には毒の敵への近接ダメージが上昇するというのがついているので、忍術などと合わせて敵を毒にしてこれでダメージ上げるといったものをつけています。そしてもう一つは炎炎羅をつけています。この炎炎羅の妖怪技に関しては陰陽術の剣力付や特殊効果の素手のダメージ上昇などのダメージの上昇がこの炎炎羅の妖怪技に反映されているので、陰陽術の剣力付とかを使った時にかなり一気にダメージが跳ね上がるようになっています。本来の素手で戦うというのとはちょっとずれてくるんですけれども、今回のこの素手の攻撃力を上げているキャラクターでこの炎炎羅を使うと一気に攻撃力が上がってダメージが稼げるので、それで今回ちょっと使ってみています。そして素手の攻撃力が反映される妖怪技のもう一つとして一本足だたらもあります。この一本足だたらの妖怪技も素手のダメージ上昇などの特殊効果が反映されるので、こちらもこの素手の攻撃力アップのキャラクターを使っている時にこの技を使うと結構なダメージが出せます。今回全部調べたわけではないので、その他にも妖怪技の中にはこの素手のダメージが反映されるものがあるかもしれないんですが、ちらっと自分が調べた感じではこの2つは反映されていたので、この辺を使ってみています。他にも気になる方はご自身でくまなく探してみてください。そして最後にもう一つの妖怪技としては六六尾の妖怪技もつけています。こちらは六六尾自体の妖怪技はめったに使わないんですけれども、この六六尾の妖怪技の特殊効果の中には毒の状態以上の敵に対して妖怪技のダメージが上昇するという効果がついています。なので先ほど紹介した炎炎羅とか一本足だたらの妖怪技を使うときに相手を毒状態にしておくとさらに妖怪技のダメージが上がるので、そのためにつけているといった感じです。次は守護霊についてです。今回装備しているのは天元クジャクをつけています。まず一つとしては特殊効果の中に炙りた吸収で構え別の有利効果がつくというのがあります。これはすでに限ったことではないんですけれども、侍スキルの各構えごとの常世払いの効果を取っておけば上段構えであれば攻撃力をさらに上昇させることができて、下段構えとかにしておけば気力回復力増強のスキルも発動するといったことができるので、これで少し攻撃力をさらに伸ばすといった感じでつけていたりもします。また漂着容量が24この天元クジャクにはあるんですけれども、先ほど紹介したこの六六尾と炎炎羅そして八つの神をつけていこうと思うとこの漂着コストがかなりかかってしまいます。全部そのまんまつけた時には25コストがかかって、これ今六六尾のところにコストマイナス1がついているんでギリギリマイナス1されて24でつけれるようになっているといった感じになっているので、そういった点からもこの天元クジャクをつけています。そしてもう一つ使っていた守護霊としては白髪も使ってました。前回の動画だと炎炎羅の時に使ってました。白髪には妖怪技に毒がつくというものと、そして敵の毒の蓄積がプラス 15% されるという効果がついています。そしてこの時にはちょっとコストの方が変わってくるので、つけていた妖怪技としては八つの神と炎炎羅を使っていたといった感じです。所属している武家のところでは福島を選択しています。福島の中の加護の中には素手の攻撃ダメージがプラス 70% 上昇するというものがあるのでこれをつけています。そして先ほどまで紹介させてもらったのが戦闘動画の方で使っていた東国プラス一鉄の組み合わせの装備です。でもう一個別に漆黒シリーズと組み合わせたものも一個作ってみました。こちらは漆黒と組み合わせているということもあるので、ステータスに関しては先ほどまでの隊と部を上げていたのとは違って号と部を上げています。こっちの装備のいいところとしては号を上げているので装備の重さ敏捷さのところが B になっているので、東国と一鉄の方では号を全然上げていなかったので敏捷さが C だったんですけれども、こっちは B になっているのでもう少し動きやすくなっているといった感じです。
また一徹をつけていないので、攻撃に関してはやっぱり窮地のダメージアップをつけていないので、その点に関してはそこと比べるとダメージはちょっと下がってしまうんですけれども、体力マックスの状態で戦っていって、防御力の方もちゃんとあるので、ある程度耐えやすいっていった感じになっています。かつ敏捷さも B なので動きやすいといった感じです。こっちはもう少し安定的なものを求めた感じです。生存に関して安定的なものを求めた感じです。で、基本的にはもうほとんど同じで、素手のダメージアップとかをつけています。胴体、間違えました、防具5つを漆黒にして、星切りの太刀をつけているので、これでプラス八坂にの勾玉で7つ揃えが発動しているといった感じです。この辺のオプション特殊効果についても同じです。毒系のやつをつけています。最初に紹介したキャラクターの方だと、能力値が体と武が上がっているので、武器でもし戦っていくってなってくると、武器のメインとしては槍をメインになってくるかと思うんですが、こちらの2個目の装備だと剛と武を上げているので、こちらの場合だと斧を使っていくということもできてくるかと思います。普段はこの斧で戦っていって、たまに素手で戦ったり、妖怪技の炎々らでボス戦なんかで一気にダメージ取りたいという時なんかには武器を外して炎々らで一回大きくダメージを取るといった戦い方ができるかなと思います。というわけで今回の動画はこの辺りで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。